耳で読む。アミ、小さな宇宙人に。エンリケ・バリオス・著より。危機物語。少年、僕は、アミが持っている不思議な機械に興味を持ちます。この機械は、自由にある地点の生の映像を映し出すことができるのです。例えば、今、ご主人が、会社で、 どんな仕事をしているかを即座に映し出してくれるようなものです。どうやって操作するのその機械、カメラはどこカメラは必要ない。この機械は対象を捉えてピントを合わせ、露化して洗濯、増幅して投影するんだ。すごく単純なものだよ。そう思わないでも夜なのに、どうして昼間のように見えるの 君の目には見えない光を、この機械は、捉えることができるのさ。へえ、君たちは全く天才なんだね。そんなことはないよ。例えば君、掛け算できるもちろん、できるよ。それじゃ、君だって天才だよ。掛け算を知らない人から見ればね。 全て相対的な問題だよ。ずっとジャングルに住んでいる人たちにとっては、トランジスタラジオは奇跡に等しいからね。でも、いつか地球でも、君が作ったようなものが発明される日が来るだろうかアミは、初めて気まじめな顔になり、ちょっと悲しそうな視線を僕に投げかけてポツリと言った。わからないね。わからないって 君は何でも知っているはずだよそんなことはないよ。幸いなことに未来のことは誰もわからないからね。どうして幸いなことなんて言うのもし未来が前もって分かってしまったとしたらもう人生はほとんど何の意味もなくなってしまうだろう。想像してごらん。 あらかじめ結末のわかっている映画を見るのが楽しいかいうん、そんなの面白くないよ。じゃ、オチのわかっている笑い話を聞くのはそんなの退屈だよ。前もって中身のわかっている誕生日のプレゼントをもらうのはそりゃ、最低だ。 わかりやすい例を出しての彼の説明はとても明快だった。もし未来が前もって分かっていたとしたら人生は全く意味を失ってしまうだろう。人はただ可能性を押し量ることしかできない。それどういうこと例えば地球が将来救われるかどうかの可能性や確率を推測することだよ。 救われるって地球が一体何から救われるの何言ってるの地球の汚染や戦争や核爆弾のことは聞いてないのあそれなら聞いてる。地球も圧巻の世界と同じく危機にさらされているということ可能性は高いね。多額と愛のバランスが。 科学の方に異常に傾きすぎている。何百万もの文明が今までに自滅してきているんだ。今、地球は変換点にある。危険そのものだよ。そうだ。君たちが何かすればいいんだよ。例えば、千もの円盤が地球に降りてきて、各国の大統領に戦争をやめるように言うとかね。もし、君の言ったようにしたら、 まず第一に何千人もの人が心臓麻痺を起こすのは目に見えているよ。例のインベーダー映画のようにね。そんな非人道的なことはできないよ。我々が無害だと理解できても、どの政府も決して武器を手放したりはしないだろう。どうしてどうしてって他の国に恐怖を抱いているからね。どこの国がまず、 最初に武器を捨てると思うどこの国も捨てやしないだろう。子供たちは信頼感は持てるよ。でも、大人はそういうわけにはいかないんだよ。大統領なら、なおさらのことさ。それももっともなことなんだよ。中にはできる限り、世界を支配してやろうと、企んでいるのがいるんだから。ひどく不安な気持ちになってきた。 なんとか戦争や人類の破滅から地球を救う良い方法はないかと考え始めた。宇宙人が力ずくで地球の権力を握り地球の爆弾を消滅させ人類に平和に生きるように強制するというのはどうだろう。ミはしばらく笑った後に君はどうしても地球人の考え方から離れられないんだな。力ずくとか破壊するとか強制するとか言ったことは皆 地球人や未開人のやることであり、暴力なんだよ。人類の自由とは、我々にとっても他人にとっても、何か、もっとずっと神聖なものなんだ。一人一人に皆価値があり、たっとぶべきものなんだよ。そして、暴力や強制するといったことは、宇宙の基本法を破ることでもあるんだ。じゃ、君たちは戦争はしないの雨は、 僕の方を優しく見て、手を僕の方に置いてこう言った。我々は戦争はしない。なぜなら神を信じているからね。神は人間の形をしていない。形はなく、君や僕のような人間ではない。無限の存在であり、純粋な想像のエネルギー、限りなく純粋な愛だ。だからこそ、宇宙は美しく善良で、とても素晴らしいんだ。 悪い人たちは彼らはいつか良い人間に到達できるよ。もし悪を知らなかったとしたら、どうして善を知り、善を喜ぶことができるどうそれを評価できるとアミは僕に質問した。よくわかんない。もし、生まれてからずっと目が見えない人が、ある日突然、見えるようになったとしたら、目が見えることを、 どんなに素晴らしいと思うか想像つくだろうもちろん辛く厳しい人生を変えてきた人がより人間的な人生を送れるようになったとしたらその人たちが一番それを評価できるだろうもし夜がなかったらどうして日の出を喜ぶことができるだろうか